はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年6月20日月曜日のホームルームの時間になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、月曜日ですね。憂鬱ですね、皆さんね。はい、もう月曜日はね、本当にね、まあ休み明けということで、仕事行くにしてもね、学校に行くにしても、なんか憂鬱ですよね。もうちょっと寝てたいのになみたいなね、ことあるじゃないですか。もうなんか眠い、なんかだるい、なんか嫌やなみたいな感じだと思います。もうちょっと寝たいのになとか思うんですけどもね。うん。で、このね、寝たい時にね、まあ寝れる人は、まあ私そうですけど、いつでもどこでも寝れるんですけど、こう寝たい時になんか寝袋とかあればいいと思いません？寝たい時に寝袋をあればもうすぐ寝れるのになみたいな。でもね、寝袋って言っても、ちっちゃくなるやつもあるけど、なかなか常に持ち歩くわけにもいかないじゃないですか。もう常に寝袋持ってますみたいな人いないじゃないですか。ねえ、なんみたいな。サバイバルなの？人生みたいな感じだと思うんですけど、このね、寝袋があればいいのになっていうね、こと思うんですけど、このね、寝袋をね、自分で作り出すことができたら、超最高じゃないですか？もう寝たい時に寝れるみたいなね。もうなんか4次元ポケットもドラえもんの気分ですよね。もうで、寝たい時に寝袋作れたら。うん。でね、そんなね、ドラえもんみたいなね、生き物がね、実はいるんですね。しかも魚に。好きな時に寝袋を作って寝れるやつ、もう優雅に寝てるんですよ。うん。その前にね、あれ？魚って寝んの？みたいなこと思った方も思うんですけど、まあ我々の言う寝るっていうのは、まあまぶた閉じてね、横になってこう寝るわけですけど、まあそういった魚はまあほぼいないです。まあベラの中までね、横になって寝るやつもいるんですけど、まあ基本的に、まあ、魚が寝るっていうのは、まあ夜間ね、そこの方に、まあ、静かにこうゆっくり体を休めるみたいな感じが、まあ、魚でいう寝るなんですね。はい。で、この寝るに対してですね、なんと自分でね、寝袋を作り出してね、寝るんですよ。これね、どんな魚かっていうとですね、まあ、ブダイの仲間ですね。ブダイってわかりますかね？ブダイ。まあ、南方系のお魚で、なんですけども、くちばしがあるんですよね。もうすごい口に特徴的なものがあって、英語ではパロットフィッシュって言うんですけど、まあパロット、オウムですね。で、この口がですね、まあネットで喋ってみたらわかるんですけど、オウムのくちばしみたいな口なんですね。非常に、サンゴとかをかじったりするので、非常に、硬いもの食べてるから、硬いくちばしみたいな口を持ってるわけなんですね。そのくちばしがちょうどオウムみたいなので、まあパロットフィッシュって言うんですけども、大体ブダイの仲間みんな、硬い歯を持っております。うん。で、まあ、海藻とか、サンゴの、カジカジかじりながらですね、食べるんですけども、まあ、サンゴに集まる、まあ、寄生虫って、微生物がですね、まあ、シガテラ毒持ってるんで、割とね、ブダイには毒があるっていうところもね、あるんですけども、まあ、普通に沖縄でもね、食べてますけどね。うん。で、その、まあ、ブダイの仲間の色ブダイとか、ハゲブダイとか、南洋ブダイとかっていう、まあ、全部が全部じゃないんだけど、まあ、38種類ぐらいね、日本にいるんですけど、まあ、その、ブダイの仲間、あげた色ブダイとかハゲブダイとかは寝袋を作るんですね。これ寝袋って何なんて話なんですけど、まあ、未消化の、まあ、粘液粘膜みたいなもので、口とかエラから、なんかねっちょりした粘液みたいなね、白いものを出してですね、それをですね、体中にまとうわけなんですね。要は白い蚊帳みたいなので体中を覆ってですね、優雅に、袋状のものに体を包み込んで寝る。要は寝袋を作り出すわけなんですね。じゃあなんでこんな寝袋みたいなの作んのっていう話なんですけども、まあ一つは、まあ寄生虫が寄りつかないとき、寄りつかないためでね、まあ寝てるときに寄生虫来たりとかですると、まあ病気になりますから、まあそれから身を守るために寝袋を使うと。いうことと、あとは夜行性ね。だいたい夜、寝るのは夜ですから、夜行性の大きな魚、サメとかに、気づかれないようにするために、要は匂いを出さないように、自分のね、匂いを出さないようにして、寝袋で包んで、包み込むみたいなね。うん。でもね、結構ブダイの仲間ってでかいんですよ。
でかいのにめっちゃ防御するやんって感じなんですけどね。もっとね、小さいね、あの念仏台とかね、まあそういったあの魚やったらわかるんだけど、ブダイってそんな襲われるかなと思うんですけど、あの匂いが周りにバレないように、サメ類とかに気づかれないように匂いを抑えるために寝袋で包んで寝るみたいな、という戦略をね、取ってるんですね。もう20、30でね。もうというように、まあ寝袋を使って、でまあね、粘膜で非常にこうなんていうかな、まあ、ねっちょりしてるんで、たまにですね、まあ、未消化の、ものがですね、潜ったりすると、なんか白いふよふよしたものあるなと思うと、それはね、多分ね、ブダイの寝袋の残骸なのかなと。で、まあ、毎日作るんですよ。で、昼になって夜が明けると、その寝袋を破ってですね、出ていくので、だからその未消化っていうかね、その、まあ、処理されていない、まあ、寝袋の残骸が漂ってたりするみたいですね。なので、毎日作るんですよ。それが一日、作って、それを、まあ、食べるんじゃなくて、そのまま破って逃げて、出ていくので、もう毎日寝袋を作ってるんですよ。だから、好きな時だけ寝袋を作れると。寝床を見つけたらすぐ寝袋を作って寝れるんで、もうこんなね、もうドラえもんみたいなね、素晴らしいね、こんな、もう四次元ポケットみたいな魚なんですね。うん。ということで、今日はですね、寝袋を作って寝る魚、ブダイの紹介をいたしました。なのでね、もう、キャンプでそんなことできたらもう最高やね。もうヒーローになれるよね。あ、寝袋忘れたって時に、いや、大丈夫、あ、作れるかなって。わ、みたいな。すごいみたいな、もうね。もうそんなね、もうヒーローになれますよ。寝袋作れたらね。ということで、今日はですね、好きな時に寝れる、まあ、寝袋を作って、ね、寝る魚のご紹介をいたしました。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。では皆様、さようなら。バイバイ。